アサヒくん、お野菜の名前を教えてください。レンコン、レンコン、これ何ですか？レンコンです。レンコン、レンコンでかいね。カチカチ、レンコンでかいです。ゴン、あとはアスパラ持ってきてください。アスパラ、アスパラです。アスパラ、アスパラ。じゃあインゲン持ってきてください。インゲンさん、あ、インゲンですね。じゃあナス持ってきてください。はい、はい、そうです。ではレンコンも一個お願いします。でかいです。あと何がありますか？あと何がありますか？うん？枝豆ありますか？枝豆。はい、枝豆です。つるむらさきありますか？ありますか？くださいな。はい、つるむらさき。レタスありますか？レタスかなんだ。レタスこれかなんだ。レタス頼んだ。頼んだ。これ好きですか？でもレタスすごい美味しいんだって。レタス、今日朝日くんが食べた野菜は何ですか？いっぱい食べる。いっぱい食べたけど何食べた？美味しいんだよ。ピッピッピーピーパンもピーマン、ピーマン、ピーマン、ピーマン。何と一緒に食べたの？じゃがいもと一緒。じゃがいもだっけ？レンコンも食べるし、チョコと食べるし。ピーマンとお肉一緒に食べたんでしょ？ピーマン食べたい、ナスも食べたい、だー、インゲンも食べたい。プチプチさ、甘い。お野菜好きですか？お野菜好き。これ。それ何？アスパラさんだよ、これ。アスパラさん？これは知って、作って、あ、こういうアスパラ、お花が、くさきって食べてみる？食べてもいいですか？どうぞ。いいの？いいの？アスパラさんはいつも母ちゃん何してから食べてる？私もね、コチンって。コチンって言うよね。料理してから食べてるでしょ、アスパラさん。ギュッて。母ちゃんも食べて。お料理しなきゃ。お料理、うん、私お料理してチキンって言ってる？チキンって聞いた後母ちゃん何してる？アスパラさん、母ちゃんのアスパラ食べるんだ。ゆでゆでしてるよ。